今回は、ホロライブ VTuber 港アクア卒業発表に対するネットの反応を紹介します。カバー株式会社は6日、同社が運営する VTuber プロダクションホロライブに所属するタレント港アクアが8月28日水をもって卒業することを発表した。港アクアさんは2018年にホロライブに帰省としてデビュー。同社は今回の卒業発表について、突然のお知らせとなり大変心苦しい限りと前置きしつつ、ホロライブプロダクションの黎明期よりその発展に貢献いただいた一人ですと感謝。港アクアさんは2018年にホロライブに帰省としてデビュー。同社は今回の卒業発表について、突然のお知らせとなり大変心苦しい限りと前置きしつつ、ホロライブプロダクションの黎明期よりその発展に貢献いただいた一人ですと感謝。一方、港アクアさん本人は同日20時から大切なお知らせ残念な方とのタイトルの生配信を YouTube で実施、主に会社側との方向性の違いを挙げていた。配信内にて切り抜きや文字起こしなど控えてほしいとの要望があるため、法人発表をベースに掲載しています。また、今後の展開として、活動最終日の8月28日水に卒業配信ライブを予定していることも明らかに。本卒業配信ライブでは配信に加え、グッズ販売、プロダクション公式や各タレントの YouTube チャンネルでの特別企画も予定しているという。ファンレターの受付は9月6日金到着分まで、メンバーシップやメンバー限定コンテンツの期間などについては別途案内を行うとのこと。三角港アクアプロフィール、マリンメイド服のバーチャルメイド。本人は頑張っているがおっちょこちょいでドジっ子。泣いていいぞお前ら泣けるだけ泣け。方向性の違いならしゃあない。何事？数分前にお知らせ配信でこれが宣告された。寝耳に水だな、明るく送り出すべきなのは分かってるけど寂しいな。そのうちどっかの事務所で転生するでしょ。6年前なら今のホロとは全然違うし方向性の違いも仕方なし。か、6年もいたら色々と変わる部分もそやでるわな。お疲れ様でした。かなりフル株だから普通に寂しいわ。なんかホロライブから円満卒業って珍しいな。むしろ V で円満卒業したの今回のアクターン以外だと会長ぐらいだろ。会長は円満って言ってよいんか？卒業理由は不本意やろ。最推しではないけど箱推しとして長年見てきたアクターンが卒業決断するのは割とへこむ。寂しいけど円満卒業だからと自分に言い聞かせて傷を浅くするよ。面白いベテランがいなくなるのはやっぱ寂しいな。6年って結構な時間だよな。小学生が入学から卒業まで、中学生入学から高校卒業までって考えると本当に長い。ホロ知らない自分でもいろんなところで見るしすごく人気なライバーだったのはなんとなく聞いてたからびっくりした。何があったのかは知りたいけどやっぱり怖くて知りたくない。聞いた感じ円満っぽいよ。円満じゃなかったら卒業ライブも卒業に合わせていろいろな企画なんてしないよ。ゲームの上手さはトップクラスなんだよな。本気でやったらストリーマー界隈でもいきなり上位だろうけどそっち行くんかな。今のガチ恋ドルーリだと FPS も格ゲーも強いのに男のストリーマーが基本全部いる大会に出れないしな。ボイトレとかダンスレッスンとか歌詞覚えたりとかライブとかリアイベとか大変だもんな。自宅でゲームやって稼げるならそうしたいわな。V スポあたりに転生か個人勢でやってくのか、個人勢の可能性高そう。今のファン引っ張ってこれは余裕だろうし。ネオポルテでも良さそう。FPS をがっつりやりたいってことなら割とどこでも道はありそう。くよびのガチ恋いるイメージが勝手にあるけど男絡み大丈夫なの？勘違いだったらすまん。その辺の話は極論どこ行ったって付きまとう話だからな。そこは正直活動内容によってはホロでも他事務所でも個人でも変わらんといえば変わらん気がする。まあ卒業ならまあってなってる自分がいる。まあまた1ヶ月後なって感じじゃん。方向性の違いなら配信外やってわけでもないだろうしなおさら。何かしら揉めたのは違いない。円満じゃない経緯から双方の努力あるいは妥協で円満な終わりに持っていったのが今回かと。ガチ恋はいないとは言わないけど男と絡むたびに大丈夫？みたいに荒らされんの普通に気分悪いしゲーム大会とか出たいなら無理だろ。企業である以上方向性の違いは当然起きるさ。その上で個人として生きていくなら別にそれで良い。何も死んだわけじゃないんだしさ。見えないものを見ようと望遠鏡を覗き込んでるやつ多いな。何も言ってないのに勝手に妄想展開してるからわかりやすいよな。何も言ってないからこそ妄想の余地が生まれるのは仕方ないところはある。妄言をさも事実のように発信するなってことじゃね。運営がとかマネージメントがとか騒ぐのはもう23人くらい立て続けに卒業してからにしてほしいわ。V とはいえ企業勢内上は社会人だし所属タレント数十人のうちの一人二人くらいは方向性の違いもそやあるよ。俳優や声優で事務所変える人もいるしまあいろいろあるよね。大手から転生ってそんなメリットあるもんなのかな。尖った配信したいとかならまだわかるけど、
まあ大手だとやりたいことが縛られるし、二次三次の方でも同じような理由で転生した人はいるから、特にエペをがっつりやりたい FPS でもっと大会に出たいとかだと厳しいのかもしれない。個人勢で身軽になって転生前のファンも引き継げば一石二鳥やぞ。ホロってアイドル路線のイメージなんだけど、方向性の違いって生まれるのか。ホロのことも詳しくないし、アイドルのことも詳しくないけど、ままあることなん。こういう売り方をしたい、こういう路線もやりたい、あるいはやりたくないということが重なって、どうしても事務所側とのズレが修正も我慢でもできないとなったら、あることなんじゃないか。事務所側に変化がなくてもタレント側に変化が起こることもあるしな。むしろ方向性の違いを明言できてるなら全然健全な範疇では？まあ、契約解除じゃなくて正式な卒業なのは良かったよ。単純に悪端がどうしてもやりたいことがあって、それは運営的にどうしても許可が出せないことだったってことでしょう。方向性こういう場合ってアーカイブ残るんだっけ？港県当て氏のやつ好きだったから定期的に見返したいんだけど。卒業だから残ると思う。そっか、それなら安心。万一消えた時のことも考えて今のうちにじっくり見ておこう。なんとか卒業までにもう一度エグゾディアを見たい。なんかこういう時 V って不便だなって。俳優とか声優の事務所替えとか独立なんて珍しくもないのに、自分をそのまま引き継げないから。パトラとかいう例外もいるけど、パトちゃんは買い取ってるからな。俳優、声優と比べるとやっぱ色々歴史が浅いのがな。あとはどうしても声優や俳優と違ってモデル使ってるから、その著作権とかの問題がね。6年間って結構長いからないつかは来ると思ってた。1日の歌枠でアクアは。まあね、もし、今からすごく変なことを言います。まあ、軽く聞いといてください。もし、私の身に何かあったときは、私には納得できない大きな、大きな力が動いていると思ってほしい。私は明日も生きる。正義のために諦めないで戦い続けることをここに誓います、と発言してたし、ホロライブはアクアが生む莫大な利益と天秤にかけても卒業という形で体力を追い出すことを選んだんだから、それほどアクアが望んでることは運営にとって容認できないことだったんだろう。方向性の違いって理由ならお隣の眉積み替えパターンだろうし、致し方ない部分はあるわな。ただ現状男と絡むとぶっちぎりで燃えそうなタイプのメンバーだし、ラプラスやトワの方向に向かうのに待ったかけられたみたいな理由でないことを祈りたい。そういう理由の卒業は演者、ファン、会社の誰も得しないからな。普通にあり得ると思うけどな。 V サイも運営に頼んで出す許可もらったって言ってたし、どっちが悪いとかじゃなく活動方針でアクアがやりたいこととカバーがやらせたいことのすれ違いだろ。箱所属 V だとこういう弊害は出てきてしまうのかもな。まあこの妄想通りなら次は個人勢として転生するかもね。別事務所関係の話にはなるけど、転生後に元所属事務所にいたことについて語るのをやんわりとなら OK されることがあったから、これからの転生は明るくなると見た。ぶっちゃけ権利絡みだったりするからな。コラボも制限かかるし、やりたいゲームも申請通らなかったりするから、個人でやりたいと思うのもわかるけどな。企業にいることにメリットもあるけどデメリットもあるし、そこからどう動くかは本人の自由だから、そこを圧力とか勘ぐるのはダメだと思う。今回の動画いかがでしたでしょうか。嘘だろ悪端、方向性の違いが理由だけど円満卒業扱いとのこと。本人の意思なのでどうしようもないけど、卒業はやはり寂しい。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。